はい、チャンネルリボン、リボンです、たまにはエフェクトを変えていこうかなと思って、こんな感じにしてみましたエフェクトかけたらこんな感じです。はい、でですね、まあ、いつもエフェクトはかかってるんですけど、あのキラキラエフェクトやめてちょっとなんか変わったやつしました。で今日の私のお話は、まずパートナー選びは自分が笑顔になれる、ネタが、その人も同じであるっていうことかなっていうところだから、相手も同じことで笑顔になれるかどうかなんですよ。で、あのロングバケーションというね、あのキムタクとあの山口智子さん の, あのドラマで、あの昔あったんですけど、でそれであのキムタクはあの一番最初あの松坂子さんが好きなんですね。それはもう美人でピアノが弾けてお嬢様ね、なんかこう可憐な感じですから、こう女性としてはこうなんていうのか、憧れのマドンナみたいなね、そういう人に恋焦がれるわけなんですね。で一方山口智子っていうのはですね、まあ、同居してて転がなんかいつの間にか転がり込んでですね、なんかもうガサツでですね、なんかどっちかというと友達みたいな、何やろうなみたいな、この人何やろうみたいな感じで何でも ずかずか言ってきはるし、なんか女とは思えへんなみたいな、だけど仲いいみたいな、そういうような関係性だったわけなんです。で、まあ、ある時ですね、キムタクはその松たか子とデートに行くんですが、でデートに行ったらですね、あの、まあ、映画に行ったわけです。で映画で終わった後、ここが良かったよねっていうところをですね話した時に、え、そんなところが良かったのってお互いが思うところが良かったわけなんです。で、うん？ってその時に思うわけね。だから今度家帰って、その映画の話を山口智子にするわけですよ。こんなこんなこんなで、この映画見てきたんだよ、あ、それ見て見て見て、あそこの部分良かったよねっていうところが一緒だったんですよ。で最終誰が良かったかって言ったら、やっぱり山口智子が良かったってことで気がつくんですけども、そうだから憧れのマドンナと結婚したらあかんって話ね、そういうことなんですよ。で恋愛感情って基本は何の共通点もなくとも、生まれてくるもんで、そのなんていうのかな、それって遺伝的に、人間って遺伝子残さないといけないので、なんていうかな、別に何の共通点もなくとも、なんかその好きになれる部分が少なくともですよ、なんかその、この人ってなってドキッってなったら、もうそこがなんかはしかみたいになって、もうなんかあの何見ても可愛いとか何見てもかっこいいって目が騙されるようになるんですね。でこの期間が大体3年で終わるって言われてるんですけど、これちゃんと根拠あって、どんな根拠か言うたら、その遺伝的にあの子供を残さないといけないでしょ、ね、そうしたらそのまず恋愛感情が起きると、まあ強く結ばれたいと思うわけですよ。だから子孫が、まあ、残す確率高くなるわけですね。でまず恋愛感情でバンって熱くなったところで、子供を、まあ、子作りをしようという気持ちになるわけです。でそうすると、まあ子供ができる場合もあり、まあできない場合もあります。まあでも3年、なんで3年なのか、なんで3年目の浮気なのか、その歌もありますけど、3年目の浮気って、なんで3年目に浮気したくなるのか、それはあの3年でその賞味期限が切れるからなんです。で、なんで3年で賞味期限が切れるかというと、そのちゃんとね、理由があって、
3年もその人と一緒にいて子供もできず、何にも、成果がなければですね、もう次の人を求めなければ自分の遺伝子残せへんと思うんです。だからもう3年以上はその気持ちっていうのは続かないようになってるんです。それずっと続き続けたら、遺伝子が残らないからなんですよ。でこの時にこの3年目の時にまだ続いていく気持ちっていうのがあって、それが友情なんですよ。でパートナーに対する友情なんですよ。で友情ってじゃあどういうところから、こう結びついてるかっていうと、共通点があったり、いろんな同じ笑えるポイントがあったり、だからその親友みたいな相手こそが結局のところベストパートナーってことなんですよね。だから憧れの喋れもできへんようなそういう人ではなくて、いつも友達みたいに横にいるというぐらいのタイプが一番長続きして楽しい人生が送れるってわけなんですよ。だからその松たか子を選んでも幸せにはなられへんという話なんですね。でその本当に3年しかないんです。その3年の間にどれだけその面白い共通点というかな、お互いの笑顔になれる共通点を探す努力っていうか、まあどこなんやろって何て言うのかな、発掘してお互いにそれをなんか趣味にしたり共通のね楽しみにしたりできるかっていうところにも大きくかかってくるんですね。であとはもう親友同士みたいにして生きていけるわけですよ、楽しくね。でもともとは恋愛感情もあった人ですから、さらにその後友情に変わってもその昔の恋愛感情だったことも記憶として残っている。あんな時もあったねみたいな、まあスイちゃんいらっしゃる、そうあんな時もあったねみたいな風にしてなります。だからその、パートナーを選ぶ時は、なんていうな、まあ、論化けでいうところの松坂子を選ばずに山口と子を選びましょうみたいなね、そういうことでもそうです。だからその共通の話題で笑われへん人と結婚したらほんまに最終、例えば結婚したとして、で子供生まれました、で老人になりました、その時に何話してか分からへん、何の趣味やったっけ一緒にみたいな、そうそうそう、だから少なくとも一個は一緒に面白いと思える何かがないと、で私は笑えるものってもう基本的にお笑いなんです。私が笑えるものって単純にお笑いなんです。お笑い選手が一緒かどうかっていうところがすごく大きいんですね。でお笑いセンスが全然違うっていう人とはちょっと無理なんですよ。っていうのはつまんないから、つまんないから、つまんない人と一緒におられへんと。で初めのその恋愛感情で燃えてる時はそれは何でもいいんですよ。もうそうだ、面白かろうが面白くなかろうがなんか好きなんですよ。だけどその感情が抜けた時に何も残れへん。で私自分が例えばね恋愛初期のねドキドキ感がやってきたとしてもこれはまやかしやっていつも思うんですよ。そういつもね自分にとうとうはしかがやってきたって思うんですよ。私にもはしかがやってきたねって。で、まあ、はしかぐらいにしか思ってないんですけど、まあ、恋愛感情っていうのはね。でそれをね客観視するんですよ。で自分はこの人の一体何が良くてこんなドキドキしてはるんでしょうというふうにちょっと紐解いてみるわけですよ。結構冷静なのね、ドキドキしながら冷静っていうね。いや人間ですから、人間ですからってか動物ですから、動物って基本的にあれなんですよ、
恋愛感情が生まれたら当然この種の、ね、保存のためにそのどう工夫するわけですよ、体もね。で錯覚を起こさせるわけですよ。この人めっちゃ好きやっていうね、気持ちを錯覚を起こさせるわけですよ。でその錯覚をいかにこう冷静に捉えるかっていうところですよね。ほんまにその人で、よろしいのっていうところで、いくらドキドキしようが何しようが私はね、冷静を保ちたいと思ってるでしょ。そこは何がこの人の自分にとって共通点になるんだろうか。この先例えば生きていってじいさんばあさんになった時に、話することありますか、そんな時に何の共通点もない人はきついなと。で私のこれも元旦那の話ってめっちゃかわいそうだけど、全然何の共通点もなかったな何の共通点もないですか。面白いツボも違えば考え方も全然違うし、何が良くてっていうかっていうか相手も一体私の何が良くてって思ったんですよ。その正直なところ私が好きというか向こうが好きって言ってますからね。なんで私が好きと思ったって思ったんですけど、そんなにも気に入らへんところがいっぱいあるのに、なぜ私が好きだと思ったって、もうそれ完全に恋愛初期のドキドキ感だけで走ってやろお前みたいな感じですよ。で例えばね、見た目がタイプとかいろいろあるじゃないですか。でも見た目ってその時だけじゃないですか。器の問題で、器の問題だけで選んじゃうと本当に後でつまらん人生送らなあかんくなるし、離婚しなあかんくなるし、で一番ほんまに大事なんで、で男の人にまず寄り添い能力を求めることもまず間違いやし、でよく旦那が寄り添ってくれへんとか言って怒ってる人いるんですけど、いや寄り添わへんよそんな男の人いや寄り添う動物じゃないもんあいつらは共感能力はね低いんですよ。そういうふうにできてるからね、オスはね、でなんでそんなことになってるかっていうとね、まあだからいつも言ってるんですけど、私そのお話するんですけど、犬社会やから、犬社会の人たちなんですよ。私たちは女子は農耕民族なんですよ。このね一生懸命みんなでチームワークですよ。みんなで農作物をね育ててみんなで収穫しましょうみたいな、これが女子の世界ですけれども、だから共感力って大事なんですよ。横つながりとかねすごい大事な世界。ところが男の人は犬社会です。いや言うこと聞けって言ったら言うこと聞けやね権力で抑えていくっていう、そういうのにずっと生きてる人たち、だから共感力必要ないんですよ。で女子の中でも共感力はすっごい必要なんですよ。そうしないと自分も分け前与えてもらえないわけですよ。みんなでその農耕をねバーッとやって、みんなでその作り上げて、みんなでこう収穫していないと、その仲間に入れてもらえなかったらその要は自分の取り分ないわけですよ。なのでみんなこう横つながり大事にする。だから共感力もどんどんアップしていくわけですね。で男の人っていうのはそれがないわけですよ。共感力が弱い。なんで弱いかって、ちっちゃい頃から犬社会で俺の言うこと聞けって言うて腕力で抑える、学力ね、知力っていうかな、知力とかスポーツできるとか何かができるとか秀でてるとか俺の方が強いみたいな、そういうことでですね相手を屈服させることで、自分の地位と、だからみんないつも競争してるわけですよ。男の人って小さい時から、でどっちが上どっちが下、そこに共感力などいらないわけです。要は勝てば言うこと聞くから、でそういう民族とですね農耕民族が結婚するとですねどうなるか、俺の言うこと聞けやになるんですよ。
そしたらモラハラとか言われてでももともとはこの男社会にいた人はですね、それが普通で来てるからなんでって思うわけですよ。これ普通やと、男社会では普通やで女社会ではありえへんわけですよ、うん、この男の人のこのなんちゅうの俺様的な感じっていうのはありえないわけですよ。いや共感しろよボケみたいな、何一人で言ってんねんみたいな感じなんですけど、こっちは違うんですよ。いやあのずっと何かの権力で押さえつけてるから何かの権力で押さえたらええわっていう感覚なので、共感力なんか必要ないから、なので女の人もそうやって押さえればいいわと思うわけですよ。でゲットするまではとりあえずなんかあの共感しとかなあかんわと思ってやってはるけど、ゲットしたらもうあとはもうあれですよ、そんなないですよ。だってしんどいじゃないですか、そもそも共感なんかするのしんどいんですよ男の人ね。だから共感力があるのは最初だけなんですよ。それは頑張って頑張って、めっちゃ頑張っての共感力なんですよ、うん、なんか後から身につけた技みたいな感じかなどっちかというと、まあ、テクニックですよ。男の人からしたら女の人をゲットするためのテクニックなんですよ共感力って。だからあの自分の欲に、うん、ついたらもうそこで終わりなんですよ。でそこでもまたさらに共感力を持って接してくれる人はちょっと女子力高い男の人ですよ、うん、内容がね、うん、だから男性性の強い男の人っていうのは、まあ、基本的にあの共感力はないと思わなあかん。だから、うん、勇ましくて男らしくて俺についてこいっていう人は大抵がもうお家帰ったらですね、そんな共感力なんてある人いないんですね。で、もっとこう穏やかな感じでその、まあ、カウンセラーみたいなことをやってるようなね人って話別ですよ。でもカウンセラーやってる人も家でどうなのかなと思いますけどね、わざわざねしんどい思いして家でもねそんな共感力出すのかな。で女子はその男性に対して共感力を求めすぎてるんじゃないのかなと私は思うわけです。あの何のためにそんなに共感してもらわなあかんのかなとも思います。自分の人生生きてたらそこまで共感って必要ないくないですかって思うんですよ。要は他人の評価が欲しいからこそ共感力が欲しいんですよ。自分を慰めてほしい、自分を愛してほしい、自分を褒めてほしい、そういう何々してほしい欲求であって、それって自分で自分を慰められへんっていうことでもあるんですよ。だから自分で自分の楽しみを見つけられない人っていうことでもあるんですよ。で、だから共感力共感力ってやたら言いたがる女子っていうのが依存系の人が多いですよ、うん、もっと分かってっていう人、いやもうあの分かりたくもないみたいな感じになるよねいや別にどうしてもいいわみたいな感じになるじゃないですか。で私は女子 その共感力を求めすぎる、その感じがもうなんかイラッとするんですけど、なんか共感力とか言ってることがまずムカつくんですけど、自分で納得せえよと思うんですよ。多少ほっとかれた多少ほっとかれた時に自分がどんだけ楽しく縮めるかやと思うんですよ。で男の人なんかそんなもんね、共感なんかほんま最初だけっていうのは当たり前なんですよ。ほんと当たり前から。でそれをいかに自分で楽しんでやっていくかということを考えられるか、うん、で相手を変えようとすななんですよ。で共感力をなんか求めると自分が自分で満足させられる生き方をしろよって私は思ってる。だからパートナー選ぶときに共感力高い人を選ぶとか、そんな選び方するなって思うわけ。要は他力本願ね、自分の幸せに対して。だから自分は自分だけでも幸せやっていうぐらいにまず納得感とあかんわけ。で私からしたら恋愛とか結婚とか、そんなことは自分が自立してからやった方がいいよって言いたくなるんですよ。自分の精神的な自立、だからその、ま
相手に依存せずに済む、ぐらいになってから選んだ方がいいよって私は思うわけ。自分自身のなんていうかな、人生を生きられへん人にそのパートナーを得たところでずっとぶら下がるだけなんですね。その人によしよししてください、よしよししてくださいってずっと言い続ける日々なんですよ。それって相手が苦しい、しんどいだけなんですよ。でそんな家に帰りたくもない、いち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 いつも家帰ってよしよししてくれって言われたら、いやそりゃそうでしょ。毎日自分の安らぐ場であるはずなんですよ、家って。でその家でですね、よしよししてくれってしつこく言われたらですね、なこいつってなりますよ、しんどいですよ、俺も外でしんどいねみたいな気持ちになりますよね。ですから、あの自分がたとえその、男の人にヨシヨシされなかったとしても、自分は自分で何か面白いことを見つけて趣味でも楽しくね。で、そうしてるうちにですね、またどっかで、機嫌よくしてたらですよ、また機嫌いい時にお互いにね、今度どこどこ行こうやみたいな話になるわけですよ。でそうやってその何ていうのかな、パートナーシップっていうのはね、ずっと続いていくもんやと思います。どっちかがどっちかにそのギギ言うてね、もっとこうしろああしろ、もっと欲しい欲しい欲しいって言うたらね、そんな家に帰りたいとも思わへんし、それは浮気もされるし、嫌やなとも思われるんですよ。めんどくさいな、しんどいところにね、しんどいところに帰りたいなんて誰も思わへん、そういう話ね。もうほんまに黙ってようが、なんていうの、何してようが、相手が喋らなかろうが、無視とかじゃなくてね、普通になんか別のことに夢中になってて、で、多少返事返さなかろうがですよ、しょうがないねくらいで、それをこうなんか殺意みたいにね、クフッみたいな思うぐらいやったら、もうその人をやめた方がいい。だって自分がもう何ていうの、それでそのクフッて思ってる時間が無駄なんですよ。その人といてるその時間にそんなにイライラしてしまうのならば、自分の幸せがもうそれで数秒でも数時間でもそのいいってなった時間が無駄になってるんですね。だからその無駄に1秒でも無駄にしないっていうところで、まずはでも自分がね、自分である、自分が自分の楽しみを作るっていうところなのかな。で、それまではじゃあ私ができてんのかって言ったら、できてないかな、できてないけど、ただパートナーに何かそのよしよししてほしいとかって求めようと思ってますね。自分でよしよしの方法は持ってるんでね、私は自分で自分のよしよし方法を持っててそう、自分で自分のよしよしする方法を私は持ってるんですよ。で私の場合はなんかこう可愛いグッズっていうのをね、握りしめたりとか、こう抱きしめたり、結構ぬいぐるみとかってね、私の中では結構この重要視されてて、あいつらは確かにちょっとダニの温床とか無意味なものには見えますが、なんていうかな、ちょっとした心のよりどころにはなってくれるんですね、可愛いぬいぐるみっていうのはね。なので可愛いぬいぐるみをですね、抱きしめて慰めてかなんか言うといたら、なんか慰めてられた気がするっていうか、そういう風にして自分を慰めたり、することは結構ありますね。あとはなんかペットとかね、ペットに結構もう全部自分の全ての悲しみとかを背負わせちゃう最低ですけど、でもそのペットを飼うということのメリットってもうなんかそこしかないと私は思っててそれで利用するのもどうかなと思うんですけど、でも
あの老人ホームの老人が、あのその老人ホームでその猫をね飼うことでその状態がこう安定したりとかね、あのすることがあるってそういうふうに聞きますのでね、だからそのボケがちょっと治るとかね、安定するとかね、そういうような話を聞いたりすることがあるので、動物っていうのはやっぱりその、なんていうの、無条件に自分が愛してもあの何も起こらへんしさ、そうそう、ちょっと腹出てきた。それでその無条件にその起こらへんわけですよ。だから人間と違って、なんていうの、求めても怒らへんっつうか、まあ、怒らへんから求めるってわけでもないけど、まあでも一方的に求めてもまあ許されると言いますか、そうだから許されるから、まあ、ペットぐらいがええのかなと私は思っていますね。でやっちゃダメなのはやっぱりあの子供にそれをやったらあかんなとは思うんだよね。自分の、 あのその思いの丈自分の悲しみとかを背負わすのはダメやなと思ってる。まあ猫とか犬にもお前背負わすあかんかいけどねあかんけど、あかんけど、でも、うん、まあ、飼ってるメリットってそこなんかなと思うんですよ、うん、でね、そらあの犬や猫たちにもね一応気持ちはあるのでね、そんなところに乗せたらかわいそうなんですけど、そんでもやり場がなければどこにやんねんって言ったら、まあ、ペットか、まあ、それかまあそれもかわいそうだと思うならぬいぐるみあたりにしておくのがベストかなと思いますね。で、あのまあ話もねだいぶずれてきましたけども、まあ、だから基本あのパートナーを選ぶときにはっていう話ですよ、まあ、また戻りますけども、その基本パートナーを選ぶときは笑いが同じところにある人、だからお笑いじゃなくて笑顔になれるネタが同じ人なんですよ。でそれが違うと全然こう価値観とか考え方が違ってて、でセンスも違ってるので最終恋愛感情が抜けた時にあの続かない、その気持ちは続かない、そしてあの仲良くやっていけない、最後は破局する、もしくは、仮面夫婦みたいになっていくっていうことなので、まずそこなんですよ。そこを抑えた上で、男の人の生態を知るというところで今の話がしてたんですけども、依存するなっていう話ですね。だからその男の人に慰めてもらう、共感してもらうことをしようとするなというところです。例えば笑いのセンス同じでした、最初出会った時にね、あこの人笑いのセンス同じだ、で最初の頃は共感力ありました、完璧だ、結婚します、で笑いのセンスは同じだけど共感力はないよね、なんかイラッとするよねってなってくるよね、女の人ってね。でも共感力っていうのはもともとさっきも言った通り、男の人っていうのは犬社会ですから、縦社会ですから、もともと備わってない、ね、権力で抑えてなんとかなる社会だから、共感力なんかいらない社会だから、女子は共感力がないと生きられない社会だから、そこに違いがあるからこそ全然違う生き物だという理解をして、まあ、多少共感力がなくてもそこを責めない、そして、求めない、で共感力が得られない時には自分で自分を慰める方法を知るっていうことが大事で、これが、例えば夫婦を仲続きさせるとか、パートナーとの、うまくやっていく、長くやっていく、しかも仲良く長くやっていく方法であります。で、私 の、 あの元彼は全然共感力なかったです、
の他の人にもあったとしても、そうなんかその、うん、だからその、うん、表面上はあるんです。それはあのテクニックとして多分あるんです。でも、その一歩内側に入るとそんな面倒くさいじゃないですか。普通そのやり慣れてへんことなんですよ。普段はね。でその外ではそれをすることによって自分にメリットがあるからやってるけれど、家に帰ってそれやるメリットってあんまりないんですよ。自分にとってしんどいだけやから。ただ家に帰ってきたらそんなもんね、まあ、しないわけなんですよ。共感なんて。じゃあどうなのか。何も喋らない、うん、何も喋らない人ですよ。もう朝から晩まで何も喋らない、そんな普通ですよ。しかも何かに熱中しだしたら喋りかけたら怒りますしみたいなね、そんな世界ですけど、でも私はああ熱中してるからまあしょうがないわね。この熱中するのをやめるまでしばらく待つか、じゃあ私は別のことをしようってしてたんです。別にだからそれが悪いとも思わなかったし、冷たいとも思わなかった。うん、だからそれを冷たいと感じること自体がまず間違いなんですよ。そういう生き物やと。男性性が強ければ強いほどにそうなってしまう。かっこいい男の人ほどに、だからなんかそうね、敏腕な社長みたいなね、なんかバリバリ仕事できますみたいなね、すごく男らしいモテそうな人に限ってやっぱり家に帰ると許可力ない。しんどいから。だからそのしんどいのをいかに自分がしんどくさせないかっていうところにやっぱり気を使ってあげるのが共感力のある女子の務めではないかなと思ってる。なんで女子はこんなに共感力があるかって、自分が共感してもらうためにあるんじゃないんです、うん、そういうなんていうかな、どうにも共感力のない人を支えてあげるためにあるんですって私は思ってる。お互いに共感力を持ちましょうじゃなくて、自分には共感力があるんだから、相手にはないんだから、それをまず理解してあげられるだけの共感力をお前も持てよって話なんですよ。だから人に共感力を求めるんだったらば、お前がその人の気持ちを共感してやれよなんですよ。だから共感力ある人間が共感力ない人間に共感してやれよなんですよ。逆やね。でなのに共感してくれへんって泣くなって私は思うわけ。共感力があるがある人間は共感力ない人間に求めるなと、そういうふうに私は思っているし、だからぐじぐじ言う女を見たらほんま蹴飛ばしたくなりますね。いやうるさい、黙れと、いや我慢せ。いや我慢せっつうか、いや我慢せんでいいのよ、好きにやれと。いやそのなんかぐちぐち言ってる前になんか他のことやっとけよと思うわけよ。なんかみんなのことで、なんか料理勉強するとかさ、なんか楽しいことでやっとけよとか、なんか絵描くとか、なんか楽しいことないんかお前はみたいなね、なんかそれしかないんかお前、何どうぞ恋だけかみたいな、何愛されたいだけかお前はみたいなね、なんかあるじゃないですか。私とかやったらその漫画描いたりとかね、あとなんかいろいろありますよ。他にも、まあ、こうやって私なんか配信するのも好きですけどもね、まあ、今ね話したりとか、文章書くのも好きなんですね、うん、まあ、文章っていうかなんか詩作ったりとかね、うん、そんなのも好きだったりとか、あと書道するのも好きだし、まあ多趣味なんですね、うん、多趣味なので、まあ、そんなにね、まあ、寂しい時はなんかやってますよ、なんかやってる。だから、まあ、そこまでねなんか放置されてるっていう感覚もないしね、うん、だから放置されてるという感覚自体がおかしいんだけどな。自分の人生やのに何が放置されてるやねんと思うよ。いやお前の人生やねんから、お前で勝手にやっとけやと思った。怒られたけど、いやでも本当は何やろ、人に対してそのぶら下がりすぎやろって思ってるわけですよ、その女どもがな。私はちょっとなんか男性性強いんかなって自分でも思うんやけど、すごいね、考え方も
めちゃくちゃ男性性強いなって自分で思うんですけども、どっちかというと、まあ、確かに共感力が高い方ではありますが、でもどっちかというとなんかバッサーみたいなとこありますもんねバッサーみたいな、結構ねなんかうるさいわけみたいなんで泣かしていくスタイルですよね、私は本当に泣かしちゃうんですよね。結構なんか正論で泣かしてもらうことが多くて、これあかんと、女の子を正論で泣かすというね、意外にこう打ち負かしすぎてしまって失敗することが結構ありますよね。そうじゃないんだっていうところですけど、女の人からしたら正論で打ち負かされたくない時があるわけですよ、うん、分かってんねみたいな時があるんですよ。でも分かってんねやったらやれよみたいな感じになるわけですよ本当はだからそこをだからほんまはね、はいはいとかって言ってあげなあかんところなんでしょうが、でもそこが私はなんかそれどうなのって思ってるんですよ。そこまでせなあかんのかと、まず自分で自立せえって思うし、ぐちぐち言ってる間にはお前なんか別のことせえやと、資格の試験、何資格試験とかでもなんか取ろうかとか、なんか好きなこと見つけようかとか、何かって無趣味やからあかんねんお前、暇やから、そんなことお前暇やから恋愛のことしか考えられへんお前暇やから恋愛のことしか考えられへんねんってお前言いたくなっちゃうね、口が過ぎるか。でもほんまそうなんですよ、恋愛至上主義みたいな人はほんまに暇なんですよ。毎日毎日考えることないから、あの人付き合ってずっとその人そのなんか恋愛のことばっかり、恋バナばっかりしてるなんか笑ったあかんから性格悪い、うん、性格悪いですね、あんまりいい子ないですね、性格悪い。だから女子に言いたいのは、まず依存すな男に、でその男の人に共感力を求める、ないない言うなです。で男の人は男の人でもうああいう生き物だと思っとけと、で一番大事なのは何か、そういう男の人のことを分かって許容してあげること、これが女子の役割ではないかなと。よくさ男女平等って言うけれど内容が違います、できてる構造も違います。だから平等って言うて平等にならない、同じじゃないからよ。じゃあ同じじゃないなら、ないところを埋め合う、そうしてこう一つのパートナーシップ、この一つの 0.5 と 0.5 で1になるわけですよ。ないものをお互いに 0.5 ずつ持ち合って、それで1になって、でうまくいく。なので 0.5 しかないもの、もっともっと言ったって 0.5 しかないんだから、それ以上のものを求めてはいけない。人にあれをしろこれをしろというふうに言っちゃダメなんです。だって人の人生なの、所有物じゃないです。人はね、子供に対してもああしなさいこうしなさいはおかしいんです。人を傷つけたらその時はそれはいけないって言わないといけないけど、それ以外に何の口出しする必要もない。それ以上の口出しは過保護です。過干渉、過保護、子供のためにもならない、それは愛でもない。で日本の人はね、
愛を履き違えてる人がたくさんいて、で恋愛感情をもうなんかすごいドラマティックに捉えてる人もたくさんいてて、それって違うのになっていつも思うわけ。もうちょっとこう自分を客観視した方が人生失敗せずに済むんじゃないのかしらとも思うんですよ。まあ私も失敗だらけですけどね、失敗だらけだからこそ言えるっていうところもあります、失敗してきたからこそ言えるっていうところもある、若いといろいろわからないこともたくさんあって、若い時にはほら自分がこれで正しいんだって走ってます、で誰よりも正しいと思い込んでます。でもね、年々その違ってるなっていうところにだんだん気がついて、こう変わっていくんですよね、人間って。で最終形態、老人ぐらいになってきたらもう丸くなってですね、ああなんでもええわみたいな感じになるわけですそう、老人ぐらいになってきたらもういろんな苦しみや、なんか悲しみやね、いろんな体が動かなくなって、いろんなことが出てくるじゃないですか。そうすると諦めなくちゃいけないっていうこともいっぱい出てきて、でそう言って諦めたり苦しんだり悩んしてるうちに気がついたらなんかお地蔵さんみたいななんか老人ができて上がってるとで、あのお地蔵さんみたいじゃない老人っていうのは、あの未だ学習しない人たちってことで何年生きても学習できない人たちっていうことですね、はい、でお地蔵さんみたいに丸まくなったおじいちゃんおばあちゃんっていうのは、あれはもう学習終わってもう悟りの世界に行っちゃった人たちやと私は思ってますけど尊敬すべき、存在だと思ってますね。おじいちゃんおばあちゃんのあの朗らかな人たちを見るとね、ああもうそこまで行っちゃいはったいなで、あの老人になってもまだなんかギギ言ってる人見たら、ああなんか全然人生から何の学びもええんかってなこの人ほんまに何も学習せんかったなと思うんですけど、まあ、その辺はね、まあ能力値の差っていうのもありますからね。理解力がなければあいつまでたっても学習はできませんから、まあ、そういう人は能力値が低いからしょうがないな。私はまあそんな風に見てますから、別にまあしょうがないよね。学習できないだけの、うん、そのね能力で生まれてきてしまったんだと思いますから、まあ、諦めましょうなんですけどね。でもそういう人たちは損ですよね。あのずっと怒ってなあかんからね、うん。やっぱり学習能力っていうのがなかったらやっぱり、うん、実際には損ですよね。学習できないからずっと怒らなあかんもんねなんでやねんって言わなあかんもんね、うん、そうだからなんでやねんって怒らんで済むっていうだけで、まあ、うん、でそういう理解力があってよかったなとは思ってますけど、そこは幸せだったかな穏やかな気持ちで、ね、まあ、不幸せではありますが、ではまあ穏やかな気持ちではある。まあだからこのぐらいが幸せなのかな。ぬるいこの不幸せなような幸せなようなこの微妙な感じで、これが一番の望んだ私の世界だったんだろうかなんかそんな風に思いますね。実は今が一番幸せなのかも知れないな今喋ってて思った。苦しいとは思うけど、でもこのぐらいの温度が一番幸せなんかもね。幸せすぎたら転落することもあるし、それを考えると不幸と幸せがミックスされて、まあバランスよく配置されてるから、まあこのぐらいが受け入れ
るべきその幸せなのかな。ドラマみたいなハッピーっていうのは、長く継続しないですからね。まあちょっといろいろ長くなりましたけど、まあ私の恋愛のお話と、まあその女子の自立しなさ加減についてお伝えしていきました。皆さんは、どう思うでしょうか。また私のこの配信をアーカイブで見た方は、どうこれを見てね、どう思いましたか。自分のことをどう振り返りましたか。毎回自分のね、ことを振り返ってもらいたいなと思います。それでは今日もいい一日を。チャンネルリボン。